秋にもスイートコーンが作れるっていうのをちょっと調べたら出てきたんで、今ちょっとこんな感じで作ってみてます。まあとりあえず形は作れてきてるかなっていう感じがします。ちょっと試しに中見てみたら、あ、ちゃんと白いコーンになってますね。あとはこれが大きくなってくれたら成功になります。とりあえず夏のスイートコーンの半分ぐらいはちょっと試しに作ってます。黄色もちょっと別の場所で作ってるんですけども、枝豆になります。ちゃんと豆の形になってて、すごい、うん、さつまいもみたいな綺麗な色してる。すごいすごい。あおお。でも綺麗。綺麗。うん。よ。おお。結構三つとも品種の違いというか見た目で結構違うのが分かります。結構思ったよりなんか収量が少ないって言ってたんで。まあ、かなり少ないんかなと思ってたんですけど、まあ、意外と思ってたよりかはちょっと取れたかなっていうので、それは一安心ですね。はい、おはようございます。今回のトップはこういう感じで私がまた作りました。3種類種類別でこういうシールも貼って、ちょっと分かりやすいようにこっちにもシールを貼って、ちょっと早速なんですけど、こちらが、去年の、農業収支、まあ、結論から言うと、まあ、まず赤字っていうことが、わかります。今年入って、まあ、もう半分を過ぎたぐらいなんですけど、まあ、去年と比べてどんな感じかっていう報告じゃないけど、まあまあ途中経過みたいな感じ。夏のメインのスイートコーンでいうと1000キロ取れなかったぐらいかな。去年は結構初めてっていうことで、取り遅れとかもうそういうのがあって、ちょっと仕方なしに、まあ、廃棄じゃないですけどちょっとダメやったなっていうのがあって、まあ、1000キロ取れたか取れないかぐらいかっていう感じでした。で、今年に関してはもう倍以上取れてるんで、収入的にも2倍以上にはなってますねっていうのが、まあ、途中報告ですね。で、この後ちょっと秋のコーンも含めるんで、まあ去年よりは全然充実した収量とか収入にはなっているっていうのが、報告でした。基本的にはキャベツ、白菜、人参っていうのがメインの収穫物になっていきます。もう10月11月ぐらいからもう3月ぐらいまでずっと収穫があるっていう形なんで、それも去年より3倍以上の面積をやってるんで、まあ収量も収入もそれぐらい以上、それぐらいもっとか、もっと目指して、計画も一応5年単位で作ってるんですけど、それ以上ちょっと目指してやっていけたらなって思ってます。まあ収益も大事、もちろん大事やけど、ね、まあそれだけが大事じゃないように思うので、自分に合うものが何かなんかも、ね、まだやってみな分からんところもあるし、で俺も一人でやってたわけで、一人と二人でなんか2倍じゃないねん、多分3倍ぐらいの力になってるんで、3倍下手したら4倍、まあ言い過ぎかな、でもまあ2倍ではないんよ、うん、なんでそういう意味ではやっぱりすごいこうそこは2人の強みなんちゃうかなと思う。
まあネットに書いてることとか結構僕らは参考にしてるんですけども、いざやってみたら意外と、うん、違うことが結構多いっていうのはなんで、まあ、それネットプラスやっぱりこう現地行ってこう話聞くっていうのが、うん、直接知らない、うん、っていうのはすごい大事かなとは、もう僕ら全然知らなかったんで本当にもうさとしさんに聞いてそれ以外ほとんどやってなかったんで、うん、まあなラッキーやったからこう、かなりラッキーな方なんだったから、まあそういうやっぱりネットプラスやっぱり自分の足でやってみるのがやっぱり一番いいのかなとは思いました。あ、2人招いたことでもう俺も勉強にはなったし、そういうので新規収納者がどんどん増えるといいね。ですね、そうですね、うん、ぜひ農業楽しんで皆さんやっていきましょう、はい、やっていきましょう、まあ、昔からこの時期になるといつも天然の舞茸取りに行ってるんですけれども、舞茸は水ならの木だとかどんぐりのなる木の根元に生えます。これ大洗茸です。めちゃくちゃでかくなります。